甲斐の武田信玄は織田氏と領族関係にあった東美濃の国衆の遠山氏と遠江の徳川氏に対する国境紛争を解決すべく遠江に侵攻し、三方ヶ原において徳川織田連合軍を撃破した。こうして信長と義昭政権は三好、本願寺、朝倉、浅井、六角氏に加えて新たに武田氏が敵対勢力に加わる大危機を迎えることになり、その責任をめぐって信長と義昭は対立することになった。17か条の意見書。徳川織田連合軍を撃破した武田氏は、結果的に信長義昭政権と対立することになり、三方ヶ原の勝利と上洛を喧伝することで信長義昭政権の敵対勢力を勇気づけた。一方、朝倉軍は同じ城に対して付け城を築かれた虎御前山砦に浅井氏と共に攻勢をかけ、信長に圧力をかけ続けていたが、1573年1月6日、朝倉義景は越前に軍を引き、信玄の怒りを買う場面もあった。朝倉氏にしてみれば、長陣による兵の疲労や冬の雪で越前に帰れなくなる前に越前に戻りたかったのであろう。武田氏が敵対勢力に加わったもの、十分に連携が取れていたとは言い難い。義昭や信玄に信長、家康と和睦を促すも、信玄はその要請を拒絶し、信長、家康を討ち、自らが義昭を支えて天下正室に努める意向を示した。武田氏と義昭政権の最大の軍事力を持つ織田氏の交戦が続くことは、義昭のいる京都防衛が脆弱になり、いつ越前の朝倉及び浅井氏に攻め込まれてもおかしくなく、また三好氏及び本願寺に攻め込まれても抵抗できない状況を意味した。将軍義昭は動揺し、京都退去の準備を始めた。それに対し織田信長は1573年1月頃、義昭に17か条の意見書を送った。信長の主な要求は以下の通りである。第1条、義昭や朝廷に対する務めをおろそかにしている。朝廷のことについて、前将軍の義輝はいい加減だったので殺されてしまった。上洛した時から、朝廷を大切に扱うように言っていたのに忘れてしまい不謹慎だ。第2条、相次いで献上を要求して金銭を蓄えている。諸国に御内書を発給して、馬やその他のものを無心していてみっともない。御内書を出す際は信長が添え状を出すと前から約束している。その約束を無視して勝手に御内書を発給している。第3条、謹慎ばかり重要して公平ではない。奉公衆たちの中できちんと勤めている者に似合った恩賞を与えず、新参で働きのない者に過分に与えており、忠不忠が関係なくなっている。第4条、京都から退去を準備し京都の住民を不安にさせた。戦争が始まると聞いて早速御所から逃げる支度をしたので、京都住民は将軍への信頼を失い大騒ぎになった。第10条、改元をしない。元気という年号が不吉であると世間の評判が悪く、朝廷でも改元を考えているが一向に費用を信条せず実施の手立てをしないなどに加え、最後は義昭は将軍として器量に欠け、世間に悪しき御所と呼ばれていると締めくくり、改めるように要求した。信長は相次ぐ敵対勢力が生まれた背景には義昭政権に問題があったと考えていた。以前に五箇条の上書を略奪した際と似た内容があるので変わらず改められなかったのであろう。この意見書は五箇条の上書と違って広く拡散され、武田信玄の目にも触れたという。義昭政権の問題点を挙げ、信長自身は天下正室のため正義にのっとって行動していることを世間に宣伝したのである。義昭の事情。一方、信長から17か条の意見書を受けた義昭は怒って信長と対立することを決心したと一昔前は言われ、分かりやすい対立構造で受け入れやすい理論である。しかし義昭政権側の資料を冷静に分析すると、複雑な問題が浮かび上がってきた。簡単にまとめると、義昭政権は3つの問題を抱えていた。 1. 所領問題。
2、政権内の派閥。3、外交問題。1、所領問題。17か条の意見書のうち、第3、第5、第7、第15条は義明の首領政策に対する条文である。実際に義明政権の首領政策が破綻しており、ざっくりまとめると、義明の持つ所領が少なく、さらに幕臣への所領の配分も不平等であり、所領の代わりに大官職を任じられる場合があった。所領の少ない幕臣は自社領を横領し、大官職に任じられた幕臣は年貢を横領する。自社や所領主は義明を訴えるも、義明は幕臣たちの行為を黙認したため、自社や所領主は信長に訴えたのである。幕臣たちもそもそも所領が少ないのは信長のせいだと主張する派と、信長に頼ろうとする派に分かれ、所領政策の失敗が政権内の派閥対立につながった。2、政権内の派閥。派閥の対立は所領問題だけではなく、信長の政策からも生まれていた。1571年2月12日、義明の面前で側近の上野秀政と細川氏孝が信長の比叡山焼き討ちに対して激論を交わしており、すでにこの頃、義明政権内では信長の排除を主張する派と信長を擁護を主張する派の2派に分裂していた。義明の流浪時代から疲れた上野秀政は武田氏との外交を務めていた経緯などから反織田勢力につくことを勧めた代表であろう。イエズス会日本年報によると、上野は政権内で信長と肩を並べるほど権勢を誇ったという。後に義明が京都から落ちる際に従った幕臣は次の通りである。宝光宗井川信方、一色藤永、堂昭秀、上野秀政、大館春忠、牧島昭光、奉行衆飯尾貞藤、堂為忠、この辺りが反信長派の派閥だったのであろう。3、外交問題。武田信玄の敵対により、義明政権最大の軍事力である織田信長が美濃と尾張の本国防衛に注力せざるを得ない状況になると、京都畿内の防衛が手薄になることが容易に想像できた。そこに敵対勢力である朝倉浅井、三好本願寺が京都をつけば一大危機になることは間違いない。そこで義明は敵対勢力が京都に殺到する前に信長と決別し、反信長派に鞍替えした方が良いと判断したのであろう。これら義明政権の3つの問題を全て義明個人の能力に原因があったとするのは早計で、そもそも足利将軍の存立の仕組みに問題があった。足利将軍の大きな特徴は以下の2点。直轄地と直属軍をほとんど持っていない。複数の大名に支えられる。足利氏が政権を保持した室町時代の初期は、守護はあくまで将軍の代理人であり、将軍に従うことは当然であった。よって将軍は直轄地や直属軍を必要としていなかった。しかし室町時代末期になると、時代の流れとともに守護大名が戦国大名に変質して領国を形成して力を持つと、直轄地と直属軍がほとんどない足利将軍が戦国大名を従わせることが難しくなる。そこで複数の大名に支えられるという仕組みを持ってくると、時代に合わない理論になってしまうのである。後の徳川将軍は旗本八幡騎といわれる強大な直属軍と400万石と言われる直轄地を持った理由の一つに、足利将軍の問題点が生かされたのであろう。義明挙兵。勢いづく敵対勢力はさらに攻勢を強める。1573年3月9日、三好氏の松永久秀が調略を進め、山城御嶽郡の山本対馬守と渡辺宮内の将、近江滋賀軍の磯貝察嗣、山岡景友らを離反させた。彼らは幕府奉公衆で明智光秀の与力として従っていた国衆たちである。これに片田の自供寺の本願寺門徒が加わり、権女も直接支援した。山本らが一時的に軌道を占拠するも、坂本城主の光秀に攻撃され粉砕された。明智光秀は1572年1月頃から坂本に築城し、12月頃には完成させて滋賀軍支配を任されていた。
光秀は義明と信長の両足状態にあり、そこに楔を打ち込まれたのである。1573年3月11日、高島郡打ち下ろしまで浅井軍が攻め寄せ、光秀の与力である国衆の林一清が何とか南下を防いだ。ここまで来ると織田氏が対武田氏との戦いに釘付けされている中、京都に朝倉浅井、三好本願寺がなだれ込む可能性が現実味を帯びてきた。また足利将軍家の存立の仕組みは、特定の大名に支えられるのではなく、危険性の分散のため複数の大名に支えられる体制を目指してきたのである。こうして義明はいろいろ逡巡した結果、越前の雪が溶けて朝倉軍の南下が予想されると16日、慌てて信長に敵対することを決意した。御内相朝倉浅井氏に発給し、反織田勢力に組みして挙兵する態度を明らかにした。義明は御所の防備を固めるため京都で人を集め改修を進めた。19日、浅井長政から義明へ三河の武田信玄の攻勢を伝えるとともに、朝倉氏と上洛の談合をしていると告げて義明を奮い立たせた。義明に呼応した浅井長政が阿能に放火する。25日、浅井長政は武田氏の重臣の穴山信忠に将軍義明が挙兵したことを告げている。こうして将軍義明を名士とした反織田勢力が生まれて、織田信長は追い込まれていくことになった。義明の離反を知った信長は驚愕した。信長は義明の意思ではなく側近が企てたことだろうと述べた。信長は武田氏の侵攻に備えるため岐阜に留まっており、将軍義明との君臣の関係を重視し、松井勇敢と島田秀光を急ぎ派遣し、非礼を詫びて実子を人質に出すなど最大限の譲歩をして和睦を求めた。だが義明の意思は固く、信長の和睦を拒絶した。信長の決戦に備え、磯貝久次と渡辺宮内の将は今方谷に軍を進め砦を築き、朝倉浅井氏の連絡路の確保、山岡景友は石山に砦を築き信長の上洛を防ぐ拠点を確保しようとした。3月25日、坂本城の明智光秀に加え、柴田勝家、丹羽長秀、八谷頼隆ら4将が出陣し、27日瀬田を船で渡り石山砦を攻撃した。石山砦は山岡景友が大将として入り、伊賀甲賀衆が加わっていたが、砦は構築中で完成していなかったので、29日には山岡勢は降参し退去し、柴田らは砦を破却した。4月1日の午前8時頃、柴田らの軍勢は磯貝久次が守る今方田砦へ攻めかかった。明智光秀は船から古城を東から西に向かって攻めた。丹羽長秀と八谷頼隆は東南から西北に向かって攻め、正午前後には明智の攻め口から敵陣に突入して激戦になるも、多数を切り捨て今方田砦を葬り、志賀軍の大半は鎮圧された。明智光秀は坂本城に帰還し、他の三将も帰陣した。両砦とも幾日も持ちこたえることができず開城してしまい、義明が期待していた朝倉浅井、三好本願寺の後ろ巻きはなかった。結局8日になって信長と義明の和議は中止され、義明は毛利輝元や浦上宗景らに出陣を流した。そして義明のもとには摂津から池田知政、塩川長光、丹波から内藤助庵、宇津頼重などが将軍御所に駆けつけた。同月、高槻城の和田惟長は従属していた高山右近が謀反を起こし、高槻城を乗っ取ってしまった。この事件は高山の背後に池田氏家老の荒木村重の策謀があったと言われる。4月26日、信長は岐阜を出陣した。東方の武田氏の動きを見つつ、ゆっくりとした進軍だった。30日、大阪に着いた際、将軍側近の奉公衆で昇竜寺城の細川藤孝と荒木村重が出迎えた。この時、摂津国衆池田氏は信長方の荒木村重、義明方の池田知政に分裂した。機内の諸勢力が将軍義明につくか信長につくか旗色が不透明な中、2人がいち早く駆けつけたことに信長はとても喜び、その場で名物の刀が2人に与えられた。
その日の正午、信長は京都に入り、知恩院に陣を張り、その軍勢は将軍御所を包囲して、将軍に自身の要求や異議を申し立てる室町時代には数度あった、いわゆる御所負けを行った。実際に信長は義明に謀反をそそのかした幕臣の成敗を求め、義明を直接成敗することを控える体裁を取った。5月2日、信長は吉田神社の神主の吉田兼和を呼び出した。兼和は普段から信長やその家臣と懇意にしている人物であった。信長は洛中を放火する予定だと述べ、京都ではたたりがあるのか尋ねる。兼和が一昔そう言われたが記録にはありません。と答えると、次に将軍に対する天皇公家の評判を尋ねる。兼和が天皇公家だけではなく万民の評判もよくありません。と答えると、信長は満足して問答を終えた。このことから信長は正義の拠り所を天皇に求め、京都庶民の中に形成された慣習や世論も気にしていることがわかる。4日、信長の軍は洛外に散り、北は鴨、西は佐賀、京都の四方を焼いて再度義明に和睦の使者を送るも、義明は和睦を拒否した。5日午前2時、今度は上京を焼き払った。深夜から始まったこの放火は夕方まで続いた。かねてから上京は信長に反抗的だったので、ここがターゲットになったのである。焼き討ちは柴田勝家を総司令官として計画的に行われ、代理や将軍御所に類化することはないように配慮していた。焼き討ちされた京都の民衆は財産を持って火災から逃れようとして、洛外のあちこちで盗賊に襲われた。信長は1568年に義明を奉じて上洛した際、信長軍は京都市内の治安維持に厳しく努めたが、今回は治安維持の範囲を絞ることで、京都市内の治安維持は将軍の責任として、義明の無能力さを民衆に知らしめる狙いもあったのである。頑なな義明の態度に対して信長は扇町天皇を動かした。8日、関白二条春義が義明のもとに出向いて説得し、次に信長を訪ねて同意を得た。和睦が決まると9日午前中、東方の武田氏が気になる信長は京都を立ち岐阜に向かう。途中、六角義隆の軍勢が立てこもっている鯰江城を佐久間信盛、賀茂片秀、柴田勝家、丹羽長秀の軍勢に助城を4箇所築き完全包囲させた。六角氏は義明の謀反に同調して織田軍の通行路を塞ごうと、甲賀軍から上邸は石部城、義隆は鯰江城まで進出していたのである。12日、信長は六角氏や本願寺に味方した百歳城を焼き払って、全伽藍を消滅させ岐阜に帰還した。一方、義明は御所の壁や堀の修築を行い、早くも不穏な動きを見せるも、28日信長方の重臣たちと義明方の幕臣たちは起請文を交換した。反信長勢力の実態。義明の期待していた反信長勢力は、なぜこの義明の挙兵に加わらなかったのか。反信長の各勢力の行動を時系列で追ってみる。武田氏の動き。三河に入った武田信玄は2月13日、城主菅沼貞光や家勢の松平忠政が守る野田城を包囲した。野田城救援のため家康が吉田まで後ろ巻きに出陣するも、武田軍に手が出せなかった。3月13日頃、菅沼貞光は降伏して開城し、城主300人ほどが捕虜になり、家康方にあった山鹿三宝衆の人質と交換した。さらに信玄は同月中に調略を加えて、梶田城、坪城、名田を取り根など東美濃で3か城の城兵を寝返らせた。その後、武田軍は長篠城に入り動けなくなった。信玄は重病に侵されていたらしく、どうやら胃がんを患っていた。3月20日、武田軍は信玄を養生するため退却に転じ、5月13日、信玄は信濃の伊那郡駒場にて死去してしまう。享年53歳。勝頼は信玄が隠居し家督継承してその死を隠すも、あっという間に信玄の死を周辺諸国に察知された。
5月26日、信長と同盟する上杉氏には飛騨国州の恵麻市を通じて武田軍は甲斐に撤兵しつつあり、信玄が亡くなったらしく大病であることは確かだと連絡が入った。5月には徳川家康が海路、武田領国深く駿府周辺を攻撃した。この信玄の死により義明の期待は大きく外れ、信長は一大危機を脱することになった。朝倉氏の動き。義明の期待していた朝倉氏は春になっても動かなかった。3月29日、義明は焦り、上洛を要請する使者を越前に送るも、義景は今春は大雪で進軍が困難と返答したそうだ。30日、これに大阪本願寺は激怒し、権女から義景に上洛を要請する使者を送るも、承知したと返答するばかりで朝倉氏は動かなかったのである。4月12日、朝倉義景は一条谷を出陣し、越前府中に入ったもの、その先には動かなかった。結局朝倉氏は5月になっても動かなかった。朝倉義景がある武将に伝えた話によると、上洛より北近江の防衛を優先すると述べたそうだ。朝倉氏にとって最も重要なのは自身の生存であった。三好氏の動き。1573年1月、阿波から篠原長房、長重父が上陸して、一時は京都を伺う体制を取る。3月9日、松永久秀は山城近辺の国衆を調略で寝返らせる。30日には三好義継、三好長安、松永久秀が摂津中島城を攻略して、信長方の細川昭元を境に退去させた。さらに松永久秀は六角城邸と連携するなど信長を追い詰めた。しかしこの頃から義継を支えた三好長安の姿が見えず、死去したようである。三好氏にとって三好三人衆の筆頭である長安の喪失は大きかった。さらに信長が5月9日に義明と和睦すると、三好氏の中では信長に通じるものが出てきた。阿波三好当主の三好長春とその弟、そごう正康であった。5月20日、信長から柴田勝家に対して、河内支配の拠点で三好義継の守る和解城の攻略指示を出している。三好氏のそごう正康が松良肥前守を通じて信長に接近してきたことに対し、正康が本家の三好義継の和解城を即時攻略すれば、義継が支配してきた河内藩国と摂津の一部を与える、付け城などを築き落城に追い込めば河内藩国を与えると伝えさせた。6月に入ると、阿波の長春が藩信長の急先鋒であった篠原長房、長重父を川島の戦いで攻め殺してしまった。普代で三好氏のために奮戦し、本願寺と親交の深い宿老を主君が討つことに対して、長春は大義名分に苦しむことになった。篠原長房の喪失は三好氏と本願寺の関係にも暗い影を落とす。阿波三好氏の方向転換の背景には、三好三人衆と松永久秀の対決以来、篠原長房主導の毎年に及ぶ畿内や備前への出兵で疲弊し、決定的な勝利をつかめない状況があったのであろう。こうして三好氏は宿老である三好長安の喪失と阿波三好氏の内部分裂により、義明に積極的に協力できなかったのである。本願寺の動き。本願寺は動かない朝倉氏だけでなく、浅井氏に対しても不満を持っていた。5月17日、近江をめぐる戦いで浅井氏と近江門徒は共闘関係にあったが、損害の多い先陣は近江門徒ばかりで、権女が浅井氏と先陣は交換で行うべきと提案するも、浅井側から返答がなく、本願寺と朝倉、浅井氏の連携がうまくいってなかった。浅井氏も本願寺を疑っており、越中で信長と同盟している上杉謙信と混戦している本願寺門徒に、和睦しないよう武田信玄と相談するよう釘を刺しており、浅井氏の本願寺門徒に対する不信感が見える。6月22日、本願寺は精進しない武田氏、近江に出陣しない朝倉氏に疑念を抱き、義明には協力する旨を連絡する一方、藩信長の各勢力の動向が不鮮明だとして不安を吐露している。7月23日には、高屋城主で織田方に味方しようとした畠山秋孝が
家臣の遊佐信徳に殺害される事件が起こった。本願寺が義明方の遊佐と三好氏を和睦させるべき奔走し、三好氏と共同で援軍を派遣すると義明に返答したもの、武田、朝倉氏ともに連携が取れてないことに危惧し、本格的な援軍は差し控えたようだ。このように各勢力は反信長で一致していたもの、何の利害調節がなされず連携が取れないことが多く、団結できないという大きな欠点があった。信長はこの連携の隙をついて見事に立ち回る。牧島城の戦い。信長と和睦をした義明だったが、6月には早々本願寺、武田、朝倉、毛利氏など諸国の大名に御内証を発給し、反信長勢力を組織しようと動いた。6月14日、信長は琵琶湖水運の用地である沢山城を訪れ、岡部又右衛門をはじめとする国内の職人たちを呼び寄せ、大船を作らせたのである。岐阜・京都間を水運を使って軍勢をいち早く移動するためで、不穏な動きをする義明に対して応戦する準備を進めていたのである。28日夜、柴田勝家と木下秀吉らが伊賀衆を従えて小谷城の麓で合戦が起こるなど、浅井氏との戦闘も散発的に続いていた。7月11日、義明は毛利氏に兵糧の提供を依頼している。織田氏との同盟関係を重視した毛利氏は兵糧を送らなかった。31日、義明は信長との和睦を破り、御所に三淵富士秀を入れて、自身は牧島城に入り再び蜂起した。義明は後に蜂起の理由を語っており、信長方と京都安産について交渉したが、本願寺らが信長は信用できないというので牧島城に入ったと信長に対する不信を抱いていたようだ。沢山城の大船は8月2日に完成し、すぐに活躍することになる。長さ54メートル、幅13メートルという規模の大船であった。3日、義明の挙兵を聞いた信長はすぐさま先発部隊を京都に向け進軍させて大津に待機させた。4日、信長自身は完成したばかりの沢山の大船に乗り、一気に坂本口まで渡航した。5日、先発部隊が京都に入り、あちこちに陣を張った。6日、信長は京都に入り、明覚寺に着陣した。義明は味方の諸将に挙兵を促すも、諸将の動きは非常に遅かった。二条御所を守っていたのは三淵のほか義明の側近と武家実近公家衆たちで、後ろ巻きがない中、彼らだけではとても信長の軍勢を守り抜くことはできず、7日にはたちまち城を出て人質を出して降参した。総大将の三淵のみが頑強に抵抗して籠城を続ける。そんな中、明智光秀は織田信長に京都吉田山にお屋敷を築くことを勧めている。吉田山は飛行60メートルの独立丘陵の両替で、明らかに防衛を意識したものだった。基本的に信長は京都での居所を明確に定めず、明覚寺や本能寺などの寺院を宿所として利用した。11日、この提案を受けた信長は柴田勝家、木下秀吉、丹羽長秀、松井勇観らを派遣して現地調査させている。結局この案は却下され、以後も信長は宿所を定めなかったが、もし信長がこの案を受け入れていれば本能寺の変は起こらなかったかもしれない。12日、柴田勝家が三淵を説得し、城を明け渡すことに成功した。二条御所は破壊され、京都の民衆による略奪の的にあった。13日、信長は軍勢を牧島に向け、主だった武将が動員され、その数は7万という大軍に膨れ上がった。対する義明には河内の三好康長や遊佐信徳、紀伊の根頃衆が駆けつけるも、わずか3700程度。信長自身は14日に京都を出陣して柳山に本陣を据えた。牧島城は南東の平等院がある宇治と対になった中世都市で、検問寺社の強い宇治に対して牧島は武家権力が入る守護所であった。義明側近の牧島明光の居城であり、宇治川の流れが形成した小倉池の中洲に築かれた水城である。義明はこの城こそが難攻不落と信じて立てこもり、反織田勢力の三好氏や丹波の国衆などの後ろ巻きを期待したが、織田軍の大軍の前に反織田勢力は沈黙した。
宇治川は水流が多く流れも強く、諸将が渡河を躊躇していたところ、信長が渡河を先延ばしにするなら信長が先陣を切ると言い放ったので、15日10時ごろ信長軍の諸将は二手に分かれて宇治川を渡ることになった。一手は川上の平等院の北東から稲葉義道、道貞道が先陣で、宇治家直道、安藤盛成、斎藤利春、不破光晴らが渡河して火を放った。もう一手は川下の五箇荘の前から西向きに、佐久間信盛、丹羽長秀、柴田勝家、木下秀吉、八谷頼孝、明智光秀、荒木村重、細川藤孝らが渡河した。渡河に成功した織田軍は牧島城から出てきた足軽を追い立て追撃し、佐久間と八谷の部隊だけでも50近くの首を打ち取った。さらに信長軍は主砲から牧島城の外構えを乗り破り火を放ち迫り、落城は時間の問題となった。16日牧島城は要害ではあったが、信長軍の7万ともいえる圧倒的な人海戦術によって義明は降伏した。信長は義明の一命を助け追放とし、2歳の息子を人質に取った。信長と義明はあくまでも君臣の中で実力では圧倒していたもの、世間の評判を気にしたのである。前将軍義輝も三好長慶に殺されずに長年近江に追放されていた。将軍をあくまで主君として立てて生かすことで世間の評判を得るまで信長は考えていたのである。義明は琵琶の庄に移り、次いで河内の津田城、18日には妹婿の三好義次のいる河内和歌城に入った。義明の範囲は狩猟政策の失敗から上洛戦や本国寺の変の時に比べて味方する兵が揃わなかったこと、政権内の派閥によって幕臣の細川藤孝や明智光秀らが早くから信長に味方し情報を提供したこと、反信長勢力が何の利害調節もできない中に将軍義明が転がり込んできて団結できなかったことであろう。この時信長40歳、義明37歳、二人の対立はまだ続くが、牧島城の戦いをもって事実上室町幕府は滅亡したと言っても過言ではないだろう。信長は牧島城に細川昭元を入れ、南方の村々を焼き払った。18日帰落した信長はすぐに改元を朝廷に求めた。いくつかの候補の中から天正を選び、25日には改元が実現し、元亀4年は天正元年となった。17か条の意見書の第10条に問題としていた改元の件をすぐさま実行し、世間に信長の手腕を見せたと同時に、将軍が放棄した改元や将軍としての役割を信長自身が担っていくことになる。信長は放火して焼いた上行に対し、自主戦主役等を免除して復興を図り、村井貞勝を天下諸子大に任命し京都支配を命じた。こうして信長は足利義明を追放し、天下を自ら差配する決心をしつつ、連携の各敵対勢力に対して圧倒的なスピードを持って逆襲するのであった。ご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。